隠れて鼻に突っ込んで塩水を入れてるって言ってやってます。だからもし同じ症状で悩んでる方、耳鼻科に行ってみてください。マスク2個目、そう、塩水、なんか作り方の説明書をもらったの。天然水と天然塩じゃないとダメらしい。 100ml に対して 1g 入れるみたいなやつ。そう、解決しましたよ。これで、これはゴミだな、ゴミっぽい。水、これは小腹空いた時用の水上衣、小腹空いた時用のクリーム玄米ブラウン。やばい、本当にない。これはカリカリ梅とか、あとウェットシートとか。本当にご飯食べる時間がないなかったりするからね、こういうなんかちょこちょこ食べるやつをね入れてます。あれ、2個もあった。クリーム玄米ブラン2個もありました。すごいよ、ソイジョイ、ソイジョイは大塚製薬ですね。クリーム玄米ブランは STU が過去にお世話になった企業さんですね。すごいじゃん。歯ブラシ、ティッシュ、何かしらあると思ったんだけど、なさそう。お財布、ラムネ、リップはあるんですよ。だから最悪これで口だけ色つけるっていうのはできるです。あ、なんと嬉しいことに新品のアイライナー出てきた。わー、ラッキー。アイライナー、アイライナーはありました。アイライナーとリップで生きていけるから。眉毛、眉毛を描きたいよね。うー、鏡、稽古用のペン、ハンドクリームしかないな。あと無比だね、無比、無比。あとアルフォートの引き換え券全然ないよ。やっぱ明日買いに行かなきゃです。出費だわ。これとりあえず目だけかけます。目と、あとアホ毛クリームもあるからアホ毛は大丈夫ね。アホ毛クリームはオッケーって感じ。アホ毛オッケーで、あとはありません。最悪です。これ開け、とりあえず買うものは眉毛を描くやつ、眉毛描くやつと眉マスカラと涙袋ライナー、シェーディング、チーク、ハイライト、下地、ファンデーションですかね。とりあえず、いやー、ショックです。本当にもうショックだわ。ほんまにほんまに出費が、出費出費ですね。交通費も出費でございますな。まあ仕方ないですね、自分のせい、自業自得ですね。しょぼんしょぼんしょぼん。服の1着や2着買えるよな。ね、今日はなんか結構寝ぼけてるんですよ、朝から。おはようメールも送ったと思ったら
遅れてなかったし、なんか結構ボケててボケボケの日だったな本日は。上着も間違って違うの着てきちゃったし、ボケてたな、ボケまくりでした。アイスも買い忘れたな。夜ご飯はおでん買ってきたから配信終わったら食べます。そう、おでんもね、買うときになんかコンビニが結構作りが狭めな感じのところだったんですけど、私がこのさ、大荷物をこう抱えてこうやって並んでたよね。したらこっちのレジどうぞって言われて行くときに、ちょっと商品ちょっと当たっちゃって、そう、ぶつかっちゃってちょっとずれちゃったよ、並んでるやつが。そしたら後ろに並んでる方が助けてくださって、もうほんとすいませんって感じで、もうついてない、もうごめんなさいって、申し訳ないです、すいませんって、いっぱいお礼と謝罪として帰ってきました。はい、おでんの汁注意、ほんとだね、おでんの汁注意ですよ、ほんまにほんまに。明日もきっとこれぐらいの時間になります。帰り、明日も終わり時間遅いのでね。なんか今日のハロウィンイベントが楽しそうだったんです、うらやましい。ハロウィンイベ見ました？ハロウィンイベント、あの衣装でね、コスプレしてイベントしててめちゃめちゃ楽しそうで、1ヶ月間はね、多分なんか11月とか結構さ、あの昨日発表された東京のショーケースライブみたいなやつとかもあったりするから、その間私はうわ踊りたい踊りたいと思いながら過ごすことになりそうです。踊りたい、歌いたい、踊りたいってなっちゃうかもだけど、まあまずはね、今の自分の今置かれた環境を大事にして、まずはね無事に今やってることを終わらせてから本業に帰りたいと思います。はい、そう、マイキューさんもね同じ期間だから心強いです。まだマイキューさん広島いるから早く来てください、会うたびにマイキューさん早く来てくださいって言ってるけど、早く来てください、寂しいです。まあでもマイキューさん来ても別に会えるわけでもないけど、一緒に稽古するわけではないけど、なんか心強いから、マイキューさん、マイキューさん、今日もさ髪も固めずに来ちゃってさ、稽古中ずっと目にかかったりして邪魔だったから、明日からこれでガチガチにします。えい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 、はい、マイキューさん同じ、全く同じ期間舞台の本番があるので、そうだからちょっとかぶりますね、滞在期間がかぶる若干。ほんまに守りの、これはソラハの分身クマ、あとね、え、待って、私さみんな聞いて驚け、見て笑えです。クリーム玄米ブラン3個目出てきた、買いすぎやてクリーム玄米ブラン3個目発見しました。わ、さっきそういえば買ったわねえ、買いすぎでは、まだ発掘されてかな、さすがにもうなんか、これはねよくね稽古期間中に食べてるグミです。おすすめグミ、おいしい、おいしいです。しかも小粒だからいっぱい入ってるし、
構食べ過ぎなくていいからめっちゃいいです。え、やば、クリーム玄米ブラン買いすぎ問題。今日はね、スタローがお弁当作ってくれて新幹線で食べたんですけど、お手紙もねくれて、お手紙、今日広島雨だったからお手紙受け取った瞬間にもう雨に濡れてにじんじゃったんですけど、ちょっと見てよ、にじんじゃったの伝わる？にじみ手紙見て、手紙、今日の献立、今日の献立は愛情たっぷりヘルシーご飯、チキン南蛮、ベーコンとほうれん草です。手紙、今日のおかず、いつもより少なくてごめんね、もっと腕を磨いて作れる品数増やす、前回より会えない時間が続いちゃうけど毎日電話しようね、浮気ダメだよ、稽古頑張ってね、誰よりも一番応援してるよって書かれてます。私は稽古をするために来てるんですけど、浮気を疑われてて、浮気を疑われてます。おもろい。浮気とは、そう、多分沖さんだよね。そう、そうだと思います。沖さんに会うなってことやと思う。そういうことだと思います。そういう、うん、ファンもずっと疑われてるので一緒です。あ、仲間だね、仲間です。おもろいわ、台本、台本これです。だいぶもうボロボロになってきました、いっぱいめくったりして。どんな役だと思いますか？どんな役だと思う？私、そう、分厚いんですよ結構。犬？やばい、桃太郎と思ってる。犬役やばい、いいね、犬役、わーしかない、セリフわー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 、もっと感情込めてとか入れる、いいね、わー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 、やってみたい顔、お楽しみです。そう、稽古期間長くって、そうなんです、1ヶ月あるからね。でも私にはこのあやパンとお揃いの、あやパンがプレゼントしてくれたこの髪飾りの お守りもあるし、お守りいっぱいあります、私のお守りシリーズ。あれ、私ね、自分のアクスタ持ってきたんよ。どこいたかな、自分のアクスタ持ってきたんですよ、お守りに。あれあれ、どこいたかしら、あれ、もしかして家に忘れてきたかな。あれ、え、持ってくるって言ってましたよね、私アクスタ。もうしっかりしてほしい、ほんと、もうほんとに。え、紹介したよね今日の朝配信で、私、あれ、でもこれは、これはあります、ゆきりんさんの本、これもお守りです。ゆきりんさんの本はしっかり持ってきた。あと、やばい、嘘や、え、嘘だ、嘘って言ってたら嘘だよって、うわっ、カタカタ、え、ちょっと待ってよ、よっこいしょ、
だね、今日朝配信でパセリのアクスタ持ってくから、みんなにこのパセリのアクスタに向かって頑張ってって言ってくださいって言って無理やり言わせてなのによ、なのにないよ、どういうことかしら。あとね、お守りはね、あ、これも持ってきた STU のグッズ、これ買ったやつ、これとお守りね、あとこれ、これを持ってきた、チェッキ、チェッキを持ってきたし、手紙も持ってきたし、みんなからのファンレターも持ってきてる、ファンレター持ってきたんだよ、いっぱいお守りありますよ。自分のアクスタ忘れちゃったかも、一個いいじゃん。嘘だ。でも体温計とかは持ってきた、爪切りも、今爪伸びてるから爪も切らなきゃ、爪切り持ってきた。嘘じゃん、マジかいな、マジ何もないじゃん、私嘘じゃん、嘘って言って早く、みんな嘘だよーって、マジ、なんかどっかに紛れたりしないわけ、やばい、キャリーバッグのファスナー壊れちゃった、キャリーバッグのファスナー壊れました、もうついてないよ、どうしちゃったの今日、朗報、クッションファンデーションの替えはあった、替えだけ、待って、見てみる、いけるかも、待って、最高、パフもついてた、クッションファンデーションの替えがあったから、最高です、買っといてよかった、救世主増えたよ、メイクできるものが、クッションファンデ、肌と目、OK、過去の自分に感謝、本当にもうバタバタしてたから、あとはコンタクト持ってきた、マスクも大量にあるんですよ、で謎にさ、謎にもう暑すぎるやろみたいな上着も持ってきたし、どう見ても暑いやろみたいな上着も持ってきた、あとはないかも、終わりかも、 PR 舞台の本はもう稽古場に置いてきました、ちゃんと持ってきた、もう マジかって感じです、あれやこれやと忘れ物ばかり、でも胃腸薬はある、胃腸薬、第一三共胃腸薬、これはユニバで買いました、ユニバで買ったら、ユニバで買った胃腸薬、ユニバの松清で買った胃腸薬をちょっと買ってきて、あと目薬の替えも2個持ってきたし、ヘアゴムもあるし、糸ようじもあるちゃんと本当に必要なものを持ってきたけど、一旦広島に持って帰ったものを大体忘れてきちゃいました、やばい、
ショック、ショックだわ。まあお薬とか持ってきてるからまだいいかね。薬もいっぱい出してもらって、1ヶ月間ちょっと出張で東京行くんですって言って、昨日も仕事の合間に行って薬出してもらって、まあ、ヘアアイロンもあるし、まあどうにかなるか。ちょっと本当にこれが救世主でした。助かっちゃうよ、これありがとう。だから買うものが減った。まず買うものは下地、下地と眉毛を描くやつで、眉マスカラ、シェーディング、ハイライト、チーク、あとは涙袋ライナー、アイシャドウです。やばい、結構まだまだまだ。でもメモしたんよ、もう稽古の休憩中にスマホにはメモしたんですけど、やばい本当に100円ショップでどうにかできたらいいけど、うわー、そうですよ。この前ね、ファンクラブイベントの時に担当してくださったメイクさんが言ってたけど、そのメイクさんは普段アイドルじゃなくて、アイドルも行くけど女優さんとかもメイクするって言ってて、やっぱりアイドルとメイクさん、まあ、ちょっとアイドルと女優さんだったら髪型も全然違うじゃないですか。アイドルって踊るからキチキチに結んでるけど、女優さんってふわっと巻いてたりするじゃん。で化粧とかもそのナチュラルに見えるようにちゃんと、肌とかもナチュラルに見える。だから男性とかその普段お化粧しない方とかが、そういう方が見たらすっぴんに見える、すっぴんに近く見えるようにするために結構ナチュラルにする方がコクコクっていうのより引き算引き算だから難しいんですよって言ってました。引き算のメーカー難しいですって言ってたから、確かにね、濃くしようと思ったら乗せればいいけど、ナチュラルにしようと思ったら難しいんだなって。ねえ、ほんまにちょっと散らかしてしまったよ今。目の前が散らかってるよ。とりあえずこれ飾っとこう、お守りやし。でウェットシートで部屋中をまず拭き上げる。でマスクは収納する。あ、マクスト見つからなかった。え、壁ドンされた、やばい、静かにしなくちゃ。いやーとか言ったら壁ドンドンってされちゃった、落とされちゃった。いや、足音かな、足音かも、わかんない、わかりません、わかりません、怖いです。超怖いです。とりあえず明日忘れ物がないように、歯磨きはちゃんと持っていくこと、歯ブラシ、明日の持っていくものリスト、歯ブラシ、これさ、コンビニでもらうおしぼりが大量に入ってる、大量におしぼりが、おしぼりちゃんたちと。ティッシュ、これは私がすぐよだれ垂れるから、
あのよだれティッシュで、これもティッシュ、これもよだれティッシュ、新幹線とかでよくね寝落ちしてよだれ垂らすのでティッシュで、カリカリ梅、そうよ、すぐ出るけんねよだれ。で龍角散でしょ、でのり玉、であとはまあマスクとか、あティッシュまだあった、ティッシュ、ティッシュいっぱいあった、はい、でハンドクリームにカイロ、あこの部屋 OK で、明日どれ持ってこう、明日の稽古どれにする、明日の稽古のやつどれがいいと思いますか大して変わらんけど、どれがいいかな、2個あるけんこれにしてみようかな、失礼します、これとグミとこれも入れて、で歯ブラシは入れますね、で一応箸、困ってる人がいるかもしれないから箸入れて、で明日傘いるかな、傘いらないかな、明日は天気予報見るの忘れちゃった、明日はいらないか、明日いらないですね、今日降ったからいらなくて、これは今日持ってったの、連れてったのお守りクマ、留守番どうしようかな、連れて行こうか、連れて行きます、連れて行って、はい連れて行きますね、で財布大事、財布入れて、あとはあと薬とかですね、薬類を後で入れて、あんまティッシュあった、ティッシュどんだけある、あとラムネですね、低血糖のラムネと、ね、やばい大荷物すぎる、胃腸薬は持ってく、まあいらんか、胃腸薬は多分こっちのポーチにちっこいのがあるからいらんか、みんな何を見せられてるんだろうね、目薬とか OK ある、そう毎日重たいんだよね、酔い止めもまあ一応入れて、まあまあ OK でしょ、一応 OK そうかなって感じですね、胃腸薬いるかな、いらんか、いらんね、じゃあこれは一応薬は一応薬は置いていきます、これはあのホテルに置いていくよ、お守りもまあホテルに、なくしたら困るから、ユキリンさんの方もホテルにちょっとお留守番で、洗濯ネットはまあもうお留守番でしょ、あとはどうでしょうか、あとは、まあ、これも、まあ、これはしばらく使うことはないと思うんで、まあお留守番、よし、OK、片付きましたよ、片付いた、やっと、もうで、絶対に忘れちゃいけないのが台本です、台本を忘れちゃいけません、これ台本を言っちゃった、これは台本を入れるために買ったポーチです、これに、このかわいいうさぎかな、うさぎのやつと、このキティちゃんの注射キーホルダーつけて、これは絶対忘れません、忘れません、
とは、あとはなんだ、そう、台本折れ曲がっちゃうから一応こうやって分けて持ってってます。よし、これ OK かな。なんか本当に不安だわ。不安ですがね、みんなやっほー。ふう、一段落かな。 OK ですね。終わりだ、終わり終わり。あとは今日配信終わったらおでんを食べるの忘れないこと。じゃあおでん紹介しようかな。誰が興味あるの。コンビニの店員さん、お箸くれてないわ。コンビニの店員さん、お箸ください。お箸くれなかったから、さっき私が紹介した箸で、困った人にあげるような箸で食べよう。今日はおでんを買いました。何を買ったか紹介したいと思います。やばい、こぼしそう、こぼしそう。わーわー、これ3日ぐらい部屋がおでんの香りするやつじゃない。えい、ちょっと避難して。まずですね、こちら、じゃあ見えないね。今日は珍しく餅巾着を買いました。でも何も見えませんでした。ちょっと持ち上げよう、持ち上げてみてね。今日はね、いつも食べる糸こんにゃく、糸こんにゃくちゃん、糸こんにゃくちゃんとこんにゃく、こんにゃくとあと大根、大根に加えて、で今日は卵はなかったから卵なしで厚揚げと餅巾着を買いました。なんでこんな豪華かっていうと、今日は、今日ね、昼の11時ぐらいに食べて以降食べてなくて昼の11時ぶりの食事なので、おやつ以外なので、と豪華にしました。そうなの、新幹線で食べたチキン南蛮、食べたぶりだから、もう腹ペコなので、今日の夜ご飯はおでんです。豪華、豪華です。コンビニでご飯買うとなぜか割り箸が2膳入れられる2人で食べる量を買っとるんだ、きっと。私は1個やな、1個から今日みたいにゼロかですね。ゼロだわな。髪も結構伸びてきた気がするんやけど、どう思う？え、伸びたよね絶対この短期間で。どう？え、伸びたよね本当。この調子でいけばさ、年末までには元に戻るのではってぐらい伸びてきてるよね。だいぶ伸びました。まあ目の錯覚かもしれんけど嬉しい。早くロングヘアになりたい、早く早くロングヘアになりたいです。ビロビヨーン。明日はシャンプーも買わないといけません。シャンプーとさっき言った化粧品たちと、といろいろ日用品を買う日です。
からの稽古、早起きしてキャー、あ、シャンプー何にしようかな、何があるかな、ちょうど1ヶ月で使い切れそうサイズぐらいのをゲットしたいと思います。え、そうだった、アマゾン、え、ちょっと今日までだっけアマゾン、え、待って待って、アマゾン今日までって言ったっけ、あと1日しかない、どうしよう、どうする、みんな何買ったんですか、何買ったのみんなは、え、忘れてた、何かを日用品欲しい、でも今買ってもさ広島にないけんあるよね、どうしよう、洗剤とか欲しいけど今じゃなくていい、届けるのは1ヶ月先とかでいいんだけど今買わせてほしいけど、届くのはまだ全然、リュック、わ、いいね、リュック、わ、いいね、リュックとか、私もキャリーバッグ、何買おう、何がいいかな、服かな、服、服はそんな安くないか、どうしよう、充電ケーブルね、確かに、あとスマホ系のやつね、スマホ買い替えるならケースとか充電器とか、いろいろあって防犯カメラ買った、え、何があった、え、防犯カメラって売っとるんや、私もなんかそういう防犯アイテムとか避難アイテムとか買おうかな、せっかくならね、安くなってるなら防災グッズ的な非常食とか買おうかな、割引されてるかな、あ、そうだね、スマホスタンド買わなきゃだった、そうですわ、スマホスタンド買うことにしよう、そうする、そうする、あとはあとなんだろう、こういうのってね、だいたい期間が終わってから思い出すんよ、あー、あれ買えばよかったって、なんですかね、あと、出費だね、これも、いらんものは買わんようにする、必要なものだけ買うね、なんだろう、なんだろうかいな、そう、メイク道具をアマゾンで買って明日届くようにしようと思って稽古の休憩中にアマゾン覗いたんよ一回、そしたら届くのが来週の金曜日ですって書かれててもう来週の金曜日とかに来てももう私広島帰るわと思って、入れ違いだわ、もう手元にメイク道具あるわと思ってそうやめたんですよね、そっか、注文、そうだよね、いっぱい今申し込まれてるから配送が間に合わないよね、難しいですね、何かしら思いついたら、明日までに思いついたら買います、はい、そうします、いやでもエアポッツとか欲しいなって思う、エアポッツ持ってる、みんな、私エアポッツじゃないさ、エアポッツではない安いワイヤレスイヤホン買ってるんですけど、使ってるんですけど、もう充電が1時間とかで切れるのね、1、2時間とかで、で、だから2台持ちしてるんですけど持ちが悪すぎて、どう？ AirPods 使ってる方々便利ですか、やっぱ便利かい？
台持ちしてるからさ、2台持ちしても新幹線片道ぐらいで両方終わるからさ、やっぱあったがいいかな。そう、最近有線も持ち歩き始めた。もうワイヤレスダメやわと思って有線持ち歩き始めた。ついに私、あれどこにあるかな、 あっちだ、あっちにあるけど、そう、エアポッツ買ってもさ、寝てる間にこうなんか新幹線で寝落ちしてこうポンって落ちてさ、なくしたらショックよなとか思ったりして、悩みます。ヘッドホンね、そう最近ヘッドホンしてるメンバー多いんですよ。めっちゃおしゃれ、葵さんとかマイキューさんとかリコちゃんとか、みんなこうやってしてここにつけたりしてかっこいいんですよ。憧れるヘッドホン、いいよね。あれって音漏れせんの？ヘッドホンって。ああ確かに、あとはつくんか頭に。そっか確かにな、それだったらそうですね。今日はね、このホテルは目の前に時計があるけん、いや50分あ反射しちゃった、50分。明日はそんなに朝早くない、まあ朝早くないけど朝早く起きてドラッグストアとか行かなきゃだけど、明日も朝配信できるようにしたいなと思ってます。帰りが遅くなっちゃうから、今日ぐらいの稽古の終わり時間なので、なのでそこから夜ご飯買って帰るんだったらめっちゃもう今日ぐらいになるから、朝もできたらなと思うけど寝てるかもしれないです。昼はできないんですよ。もう昼はもうなんかさ、昼過ぎからでももう昼には出なきゃみたいな感じで、なんかそんな感じで移動とかであるから行こうね。そう、時間がちょっとまだわからないけど、体力あれば朝も配信できたらと思います。うん、いっぱい寝るね。その前におでんも食べるね。まだあったかい。あ、そうだよ、今日のテレビもチェックしとかないと、私怖いから。テレビ番組今日もなんか何かしらあるでしょうね、きっと。何かしら見ながら寝たいと思います。怖いから、お化け出て。お化け怖いけん、絶対に何かしらを見るよ。あ、今日、あ、土曜日か、今日土曜日だってよ、みんな。じゃあ明日になったらいっぱいあるかな。明日坂道さんとかの番組がある日だよね。その夜はいろいろ見れそうですね。お風呂上がりとか。うん。じゃあ53分。あと少しでお別れです。明日一日バタバタ頑張る。まず配信終わったら服の整理をして。服の整理と明日着る服決めてお風呂入って頑張りたいと思います。頑張りやす、はい、あ、日高屋だっけ、なんかさ電車の
電車とか乗ってたり窓からこの子見たりとか駅とかの近くにあったりするじゃん。広島ないけん気になってる。日高屋、日高屋はとても気になります。あ、美味しい？何がおすすめなの？餃子？ラーメン？福神って何？何が売ってんの？中華？もういっぱい食べなきゃ。チゲ？天津飯？わあ！いいね。わ、今度行ってみよう。今度行ってみるわ。中華いいね。あんま普段食べに行くんから、ちょっとエレタンさんとエレタンさん中華好きか分かんないけど聞いてみよう。明日会えると思うから嬉しいわ。今日はね、そのメールにも送ったんですけどね、他の方々ともお話ししたりして、アイドル好きなんですよって言ってた。みんなアイドル好きなんですって言ってくれて、え、餃子定食があんの？餃子定食食べたい。なんか今ちょっとアドレナリンなんだよね。アドレナリン出てて寝れるかわかんないけど、多分おでん食べたら血糖値上がって眠くなると思います。薬も忘れずに飲む。そう、みんなね、もう声がいいんですよ。稽古中とかもさ、やっぱ舞台やってる方とか女優さんやってる方とかアイドルさんもいるし、声優さんとかもう本当にもうみんな声が良すぎて、発声方法とかを学んで帰りたいと思います。はい、じゃあ56分になりましたので壇上を読もうと思います。湿度 66% だそうです。ここ今本当か分かんないけど、気温は25.2度、 25.2 度の 66%。 それじゃあ壇上行きたいと思います。13位さざなみさん、12位かめさん、11位メロンのあそこさん、10位シェンさん、9位いもけんぴさん、8位ニートさん、7位ミックさん、6位しんいちさん、5位ジンライさん、4位ソフランさん、3位ワウワウさん、2位ゼットさん、1位ゆうたくん。ありがとうございます。皆さん遅い時間に失礼いたしました。明日もこのぐらいの時間になりますので、もし朝が早いよっていう方がいらっしゃいましたら、お先に失礼してください。私はこれからおでんタイムなので楽しみたいと思います。ありがとう、みんなが配信付き合ってくれたおかげで寂しくなく過ごせました。本当にありがとうございます。クリーム玄米ブラン紹介もできてよかったし、私生活垂れ流しすぎちゃったけど、まあ OK ってことで、 OK って感じで、はい、皆さんありがとうございました。みんな忘れ物に気をつけてくださいね。私もちゃんと明日メイク道具ゲットします。ありがとう、見てくれて。それじゃあまた明日です。あと2分。おやすみなさい。ありがとうございました。